それは昔、とある先輩から聞いた話なんだけど、その日はちょうど、梅雨の真ん中のじとーっとした、生暖かい日だったらしくてよ。とある商店街の弁当屋に、人肉でシューマイ作って売ってるって、噂のシューマイ屋があってな。その人は地元でも相当気合の入った人だったんで、関係ねえ、と買って帰ることにしたらしいんだ。暗い道に入った時、ふっと気づくと、後ろから誰かがついてくる気がしたらしいんだ。振り返ると、誰もいない。無性に気になって、シューマイの箱を開けると、一つ、シューマイが減ってたんだよ。その人は、ぞーっとしながらも自分に言い聞かせたんだ。きっと最初から一個足りなかったんだろって。でもそのことが、すげえ気になって、次の角でまた箱を開けたんだ。すると、またシューマイが一個減ってるじゃねえか。いよいよ怖くなったその人は、急いで家に帰って気を落ち着けて、蓋を開けたんだ。そしたら、なんと今度は、シューマイが3個いっぺんに減ってやがった。うわー。その人は怖くなって大声を上げた。そして、いっぺん閉めて、もう一度蓋を開けた。すると、ない。一個もない。シューマイが一個もなくなってるじゃねえかー。どうなってんだー。彼は恐ろしくなって、もう一度よーく覗き込んだ。すると、蓋の裏に全部くっついてたんだってよー。いやー、化粧水です。今作は、なかなかの笑い要素が含まれてます。あはははは、はどうでした?笑えましたか?僕はホラーが苦手なので、今回は、結構リラックスしながら作れました。この動画が、面白い、怖い、驚いた、全米が泣いた、と思ったら、チャンネル登録お願いします。では、また次回お会いしましょう。では、またね。